反町隆史さんです。先ほどありがとうございました。ありがとうございました。撮影したくないです。疲れました。疲れて、はい、マジで悩んでました。撮ろうと。やめようか。本当にその YouTube で再生数とかみんなに見られるのが目的じゃないですか。タイプが今回出てくれるってなって、絶対的に数字取れるんだけど、もう取りたくないです。あの、海君のチャンネル見てもらった人ね、分かると思うんですよ、なんで撮りたくないか。その5分後ですから、今、はい、多めに見てくださいね。もう15分ぐらい経ってる。あ、15分ぐらい経ってる。いいな、細かい。細かい。かわいいな、顔。よろしくお願いします。柔道です。すいません。柔道なんですけど、海君が柔道選手だったら、まあ60キロ級です、柔道だと最低量級で、カイピョンが格闘技だとバンタムの60キロ級、トヨさんも61ですかだったり、まあ、ちょっと上だったりぐらいじゃないですか。まあ一緒なんですよ、みんな体重が。で、斉藤君が僕が75ぐらいです。ライト級ぐらいですか。はい、あ、75ぐらいで、まあ全員一緒なんですけど、今この61キロ級で世界で一番強いカイピョンが柔道選手だったらどうなのかっていうのを僕の視聴者に届けようと思います。カイピョンの柔道着今作ってるんで、はい、とりあえず僕の柔道着来てもらいますけど、はい、柔道着来たことあります？一応あります。ある？一応2回目だ。 YouTube とかで来てる？来てないです。あ、よかったよかったよかった。初です。初だ。柔道着から2回目って言われて、はい、柔道やったことは2回。YouTube 見たことある？ないって言ってた方が盛り上がるから。もう一回行くね。はい。今日はカイピョンに柔道をしてもらいます。お願いします。お願いします。カイピョンが、柔道したことは？どうしてもできないんだ。君はどうしてもできないんだよ。同期来てもらいます。高井さん、これ同期来てもらって登場してもらっていいですか？はい。その間僕たち3人で繋いでおくんで、はい、いきなり再生数がガタンと落ちるんで、はい、黒帯つけていいですか？あ、黒帯つけていい。全然いい。全然気まずいです。いや、全然いいですか？そんなルールないよ。数字持ってない3人で繋いでおくんで、はい、早くしてください。翔さん、バケモンか。バケモンです。最近カイ君とスパーリングやらせてもらったじゃないですか。あれ、カイ君マジで何割ぐらいだと思います？まあ、家役なんか練習してるじゃないですか。5割ぐらい。あ、5割出してくれてました。5割ぐらいかな。あ、マジですか。まあ、パンチはかなり軽いです。軽いっすよね。もう2、3割なのかな。そう。おちょっと待って。おごめんなさい、カイ君。おっす。似合ってる。バチクソ弱そう。おっす。まず、カイ君道着の着方、これでも結構強さ変わってくるんですよ。こうなった方がいいわけですよ。あ、そうです。だから、こうしてください、もっとこう。そう、なるほど。そう。きついっす。あ、いい。で、押すとかは絶対やめて。柔道押すとか言わない。でも、カイピョンがどっち組かっていうの問題あるんですよ。格闘技でもサウスポーとオーソドックスあるじゃないですか。うん、どっちが前足が得意ですか？左足前です。あ、じゃあ、あ、これ、あ、じゃあ左組や。で、俺が右組なんで、こういう喧嘩四つっていう。あ、すげえ、めっちゃ強そう。こういう感じ。これだけで、なんか強いの分かる。あ、絶対投げれんわ。で、何か技知ってます？はい、じゃあ知ってます。何できます？まあ、格闘技でもいいんですけど。こうなって、おー大打ちで、はい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 。あ、いいな。でも、ちょっと大打ちって地味なんで。地味なんですか？背負い投げとかは？背負い投げ。ここ引きで持つ。持つ。で、ここ持って、このまま上に上げて、で、一歩目の足ここ。そう。で、そのまま左足を、右足を、俺のここら辺に持ってきて。そのまま瞬間に回る。そう！そう！そう！うまい。オーケーっす。オーケーっす。いや、もう一回。ちょっと痛い。オーケーっす。あ、でも、すぐできるかも。うん、ここしっかり持って。持って、上げて、おっ！うまっ！押す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 ！それ背負い投げ。背負い投げ。オッケー。あ、ちょっと、しんどいから試合しよう。
ちょっと、もうちょっと、いろいろ考えてたけど、もう走るわ。はい。試合。よし。試合始まる前に、はい、こういう礼儀作法ってやって、はい、こうやって、お願いしますみたいな。で、こうやってやった時に、あ、礼の長さなんですけど、まず、はい、結構長めでいいですか、全日本選手権の宗田さんぐらい長めで。うん、それぐらい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 、うん、審判が、はじめって言ったら、大体、よし来いとか、ほし来いとか、ど、なんか、どれがいいですか、よし来い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 、あ、よし来い、よし来い、じゃあ、高めでいい、声、よし来いみたいな、厳しいです、厳しい、はい、パイピョンが、柔道やったら初めてっていうことで、今から、試合をやりたいと思います。ではちょっと応援よろしくお願いします。ちょっとガチで、ガチでいいですか。いいですよ。まあ怪我しない程度にやるんで、はいはいはい、お願いします。はじめ、しゃあよし来い。指導やな、あれ今。あ、そうです。ずっと突っ張ってたら、うん、指導、うん、グーってやりすぎてるから、うん、もう一回いい、最初から、はい、ごめん、ごめん、はい、反則やな、今。そうですね、今。だから押したり引いたりとかが柔道なんで、で、かつずっと引きが必要。そうそう、ずっと押してるから、それだとこう柔道なんないというか。うん、ごめんなさい。もう一回やり直して。すみません。はじめ、シャー、よし来い。反則来るな、今。そうですね、今のルールかけずにずっとこうやってやってるやん。で、俺はかけようとしてんねんけど、それかけささへんって戦法取ってるやんか。そうやって全部、今反則やな。そうです。難しいっすね。ちょっとこう、グッて突っ張るとかやめて。ここ持って、はい、で、もっとこう、
こっち持たん方がいいかも。海君なあ、そう、こっち持たずに、はい、俺こう持つやん。で、こう入るから。わかった、こっちも持って分かんない。よし、はい、じゃあ海君初めての柔道ということで今から試合やりたいと思います。お願いします。お願いします。ガチですか？ガチです。お願いします。ガチです。ガチです。そうね、押さえ込む押さえ込む押さえ込む。そう、肩決めろちゃんと。そう、それそれそれ、そのパターンが一番今指令というか、うん、でも向いてる。うまいな。うまいです。あの海外の選手っぽい。ああ、うん、だからそのヨーロッパ式というか、こうバックとか、